そうですね、こんなにいい商品サービスなのになぜ売れないんだろうっていう、まあ、経営者のお悩み聞くことがよくあります。で、商品サービスの、なんだろう、質とかそのものそのものとかサービスの、良さなんかには自信があるんだ、でもなかなか売れないっていう悩み確かにあると思います。で、考え方が、ちょうど2つに分かれます。で、1つは、どれほどいい商品サービスであってもきちっと売り方を考えなければ当然売れませんよっていう考え方で、これは今主流になっていると思います。特に、マーケティングだとかいろんなブランディングだとかそういうようなことを、教えてらっしゃるような方々とか、あるいはもともともっとそのセールスのトレーニングとかされている方とか、そういう方の、おっしゃり方としてはそっちだと思うんですね。要はいいものでも売り方次第なんだ、で極端に言うと大したものじゃなくても売り方次第で売れるんだっていうのがあります。でこれは事実だと思います。だから一つには本当に必要とされるところにきちっと届けられているだろうか、その商品サービスここでやってますよ、あなたが売ってますよということが本当に伝わってるだろうかっていうことをよくよく考えて、いわゆるその、広告なのかいろんな営業なのか、そういったことを点検するっていうのがすごく大事だと思います。私もセールスの世界に長年おりましたので、それはよくわかるんですね。インチキでも売れるって言いたいわけじゃないですけれども、そこそこのものでも売り方次第で劇的に売れます。で、それは確かに勉強はすべきだとは思います。だからもしその辺の単にこう独りよがりでいいものがここにあるのに誰も振り向いてくれないっていう風な感じで悩んでらっしゃるんだったら、まずは、本当にきちっとお届けできるような、いろんな広告だりであったり営業であったり、そういう手段戦術については勉強されるべきだと思います。